ふわっちで、俺に言われても、はい、はいはいはい、あ、ごめん。そういうのやってないな。うちそういうのやってない。そしたらみんな言うじゃん。誠治、あの家賃払えなくなっちゃって死にたいからお金ちょうだい。みんなやるよこれ。今何人見てんの？1500人みんな言われるよそれ。破産したよそんなのやれたら。え？みんなやってくれでしょそんなの。やばいよ、無理でしょそれ。そうでしょ。そうとなるよね。私もお願いしますなるでしょ。やだよ。ほら出てきた、私も支援する。私も支援。いやちょっと待って、俺さ金今持ってるかもしれないけど、小敷だからね、一応俺も物もらいだからね、俺小敷にたかんないでよ。ちょっと仕事してないんだから俺。そうでしょ。ほらまた私もお願いします。ほらこういうことなんだよ。だから50万お願いしますとか言ってんのも。50万、やめてよ。俺もとか言ってきたもん。ほらこういうことになるからできないよ。ちょっとカプリさん、私もいいかしらとか来た、プリンママも。ほらやめてよ、キリがないこれ。ほら俺もお願いしますとか言って。なんでさ家賃その滞納になる前にさどうにかしなかったの。まだ1ヶ月あるでしょ。日払いでなんかやりないよ。だから仕事日払いでほら死にますとか言って。ちなみに家賃いくらなの、払わないけどいくらなのカプリさん。ちなみに、うん、コメント入っていいだろじゃないよ。本当に困ってたらそんなこと書かないでしょ。あんた困ってないでしょ、それわざと言ったでしょ。え、手のひら返し早いな、おい。助けねえなと思ったらいきなり手のひら返しかよ。え、すごいなこの人。やめてよちょっと、もうそういうコメントブロックするよ。じゃあもう死にたいとか家賃払えないとか。カートライセン、いや一回この人電話したことあるのよ、テレビ電話で。はい、うん、宮崎に住んでんのよ。ペーレン、ペーレン、ペーレン、誰だよペーレン。才能って何したんだろう。でもギャンブルとかやんない人なんだけどな。謎だわ。結構なおばちゃんなんだよね。でも、あ、そうなんですか。女の方なんですか。優しそうなおばちゃんなのよ。あかん、鮫島の彼女、あれヘレンじゃないんだよ。わざとね、ヘレンにしたんだよ。カプリさん、じゃあ電話してきて。じゃあ LINE 知ってるでしょ。いや、笑うとっていうのもただこういう風にしても痛い。痛い、痛い。寝れる？寝れないっす。寝れない。石川清の奥さんだ。ナイス、ありがとう。家賃の支援お願いしますじゃないよ。いや今日お酒やめた方がいいね。今日お酒絶対やめた方がいいですね。やめた方がいいね、はい、こんにちは。こんにちは。
ちは。ビタミンでもらったね。1週間分3日分横側がすでに違うわ、なんか。マジっすか、うん、晴れてるんだよね。それもあると思うんですよ。そうね。俺は一応成功かな。一応、わかんないっすね。一応手術3時間だって。全身麻酔じゃないの？全身じゃないっす。どこ？なんか、うん、部分麻酔っすね。部分ってどこ？まぶただけ。まぶただけなの？まぶただけです。あとはなんかなんかこう鼻から吸う麻酔っていうか、うん、あの酔っ払った時の感覚になる感じの麻酔。そう、朦朧とする感じの。もう切ってるなって感覚あった？いや、なかったです。なかった。血は出た？なんかしてるなっていうのは分かりますね。血は出たとか分かんないの？分かんないです。正気麻酔ってこと？そう、正気麻酔ですね。正気麻酔。何それ、正気麻酔。鼻から吸って、うん、意識を朦朧とさせる麻酔。痛そう。痛い。でもどう、自分が今整形してみて、はい、これから整形しようかなって悩んでる女の子に一言。痛いよ。あとはやった方がいいのか、やらない方がいいのか。あ、でも、そこがすごい気になるのならば、絶対やった方がいいと思う。やった方がいい。後悔しない方がいい。後悔、うん。人生1回きりだからね。めっちゃ痛い、うん、痛いよ。だってタトゥーとどっちが痛いんだろうね。いや、タトゥーの方が痛いんじゃないですか。タトゥーって麻酔しないっすよね。うん、でタトゥーの方が痛いです。タトゥーの方が痛いか。あ、俺もしようかなって言ってる。マジで？そうなんですよ、人生1回なんでね。めっちゃ痛いけど、うん、気になってるなら絶対やった方がいい。あと、ビラ切除するか。いや、いいっすよ、マジで。ビラ痛いもん。マンコのビラビラが長いんですよ、片方だけ。痛いもん。場所による。政治がやったらリスナーが減る。なんで俺やっちゃダメなの？いや、え、俺が整形しちゃダメなの？どこ整形するの？いや、全部。全部？しなくてよくない？いい。とりあえず痩せた方がよくない？痩せてから。でも俺ブスって言われたことないんだよね。あ、じゃあいいんじゃないですか。デブは言われてきた。じゃあいいんじゃないですか。いいのかな。もうブスって言わせないからね。はい。マスライトに整形。どうやって顎出して、ここクルクルって書いて、ゴツゴツにするの、頬骨入れて。マスライト痛いな、絶対痛い。めっちゃ痛いですよ。おめめ、目っていうか、まぶたがピリピリする。なんか変なテープ貼ってるね。絆創膏、それ。これは絆創膏ではないです。なんなのそれ。なんかなんかそんな感じ、絆創膏みたいな感じ。なんでこれやってんだ。あ、唇夜痛いらしい。夜痛いかわいそうに。いや出産。これより痛いでしょ、出産って。え、セックスはやめてくださいって言われたの？それは言われてない。言われてないの？え、セックスでガンシャーやめてくださいねって言われた？ガンシャーは絶対ダメです。ガンシャーダメなの？それ言ってくれないとね。いや顔濡らしちゃいけないの。ガンシャーしちゃうぜ。だってなんで？いつも感謝してる人だったら、ね、普通に感謝しちゃうじゃん。そういうの言ってくんない？親切だね、その病院もね。いや濡らしちゃダメなんで、顔。ねえ、親切じゃない？ちょっと寄り目っぽくなった？え？あ、大丈夫か。ヤフニーさんブロックして、んでしよ。もうアイプ力、もう卒業だね。アイプ捨てちゃえば。アイプ捨てよ。ヘラもダメなんで。ヘラはいいでしょ。ヘラはいいの？ヘラはいい。お疲れ様、ねこまちゃんね。お疲れ様です。よかった。いやー痛えな。ガンシャで保湿する？いや
濡らしちゃダメだって。ダメなの？配信者に家賃こじってきたな。さあ、死にたいとか、死にたいって言えばとりあえずなんか心配してくれるだろうって、そっから入ってきて、結局は何で死にたいのって聞いたら、家賃が払えないって、それはないでしょ。馬鹿げてるよね。そういうリスナーさんうちいらないかな。でもねえ、おかしいよちょっと。すぐ死にたいって言えばいいと思ってるでしょ、女って。死にたいよか、簡単に使いすぎだよ。コンビニ寄ってもいいですか。いいよ、どうしたの。え、どうしたの。いや、お腹すいて。あ、二人の幅、結構太めにしたの。ああ、いや、そんなことないですよ。晴れてるんだよ。外人みたいだね。晴れてるんだよ。外人。外人みたいですか。うん。そうかな。外人だわ。狭くなるよ。あ、狭くなるの、落ち着いたら。ジャリンコさん、妖物。なんかボクサーみたいだね。ビービーさん、画面だとよく分かるよ。試合後の。うん。ちゃんが晴れてるんですよ。晴れてるの。資産猫ちゃんが逆に今日が。まだけどよ。お子さん思ったより晴れなくてよかった。あ、これ思ったよりも晴れてないの。ああ、フィリピーナ系ね、ちょっと。絶対。な。例えが。フィリピン入ってる。前没。めっちゃ痛い。痛い？めっちゃ痛い。マサオさん、カメの旗が晴れるんじゃないって。カメ仙人さん、猫が二重幅よくなったやろ。ジャリンコさん、なんか欲張ってない、欲張ってない。さっき井戸さん、もともとちょっと線がついてて、そこを基準にやってもらった。今ゾンビさん、そんなこと言わないでよ。猫馬さん、どう待ってよ。イビーさん、エキゾチック猫馬。ヒノチックでこの。なんかもっと動画になった。え？動画になった。ああ、確かに。え、そうっすか。早く化粧した顔が見たいな。うん。ビービーさん、政治は脂肪吸引。脂肪吸引したいね。いくらぐらい？セリアカテリオ。大っすよ、脂肪吸引は。めっちゃ晴れるよね。胃のバイパスしたいな、俺。本当にいい女だよね。いい女でしょ。シングルマザー子供残して飛び降り未遂、未遂、ナウ、今どこ、何県、やばい、ガチのやつ。それ何、リスナーさんとかじゃなくてガチのニュースになっちゃうやつでしょ。あ、整形してるって言ったら、カレンちゃん何、まぶた線入ってるよ。いや、線入ってるよね、カレンちゃんね、思いっきり。いやでもまぶ、なんか天然の人とかでも結構線入ってる人もいたりするんだよね。ああ、線が深い人？そう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 。多分全切開。ああ、全切開。溝入れたの？溝。溝。ねえ、韓国でやってきた。みんな知ってるらしいよ。
いや、ね、猫ちゃん待ってる暇だったわ、マジで。マジっすか。あ、いろいろ使って、ドンチキ特命さん、ナイスバズライトイヤー、無限の彼方で最後ナイス。コロンさん、カレンちゃんに銃は思いっきり整形と思ってた。白い線は石灰。あ、そうなんだ、白い線。あ、なんかそれ言ってたな、なんか。